もう旗中の低気圧エオウィンがイギリスに接近をしています。各地で暴風の恐れがあります。まずは雲の画像から見ていきましょう。こちらはヨーロッパ周辺の雲の映像をご覧いただいています。注目をいただきたいのがこの辺りなんですね。大きく渦を巻いた雲がありまして、低気圧が発達。今、低気圧の中心は この辺りまで進んできたものというふうに見られます。この低気圧の前面にはですね、南からの暖かい空気が流れ込みまして、そしてこの低気圧の後面から、北からの冷たい空気がですね、アメリカ大陸の方からこう流れ込んでくるような形になっているんですね。この温度差が大きいことから、低気圧が急発達をしているような状況です。 そして現在の天気図ですね確認していきましょうこちらは朝9時の天気図となっています先ほどの渦を巻いて巻いていた低気圧はこの低気圧ということになります朝9時時点の天気図となっていますけれども低気圧周辺はですねこのように等圧線の間隔が混み合っていまして朝9時のタイミングで 930ヘクトパスカル台まで下がっている可能性があります。ですので、この低気圧の発達の仕方、気圧の下が,下がり方というのは、発達した台風に匹敵するような形となっているんですね。そして、この猛烈に発達した低気圧の影響で、イギリス周辺では暴風の恐れがあります。こちら、ウィンドフローで見ていきましょう。 ちょうどイギリスがですね、この辺りにあります。この辺りにイギリスがありますけれども、低気圧の中心がここにあります。ここは低気圧の中心ということで、大きく渦を巻いています。この紫になっている部分はですね、平均風速で30メートルを超えるような暴風のエリアということになります。この低気圧の影響で、 風速35メートル以上のですね、暴風が各地で吹き荒れまして、沿岸部では局地的に40メートル以上に達する予想となっています。時間を進めていきましても、周辺ではこのように暴風が続いていきます。アイルランド、スコットランドには暴風に関する赤色の警報が発表されたんですけれども、これは3段階の中警報のうち、最も警戒を促すランクと。 そして北アイルランドに赤色警報が発表されるのは2011年に現在の警報システムになってから初めてとなっています。現地の気象当局では深刻な影響を与える恐れがあるとして厳重に警戒を呼びかけるようにしています。警戒するように呼びかけています。 このようなですね、海外の天気につきましてもウェザーニュースのアプリから確認することができますのでぜひこちらの方、アプリからご覧になってください。